特撮チャンネル。どうも、ぬえててです。どうも、マリサだぜ。今回もゲネシスドライバーを使って変身するライダーについて紹介します。あと二人分紹介してなかったな。さて、そのライダーは、錠前ディーラーかつユグドラシルの一員のシドが、こちらのチェリーエナジーロックシードを使って変身する。チェリーエナジーアームズ。でおなじみのアーマードライダーシグルド、チェリーエナジーアームズです。腕の毛皮がモフモフしてるんだぜ。はい、アーマードライダーの中では珍しい、北欧風のデザインとなっています。シグルドも北欧神話に出てくる英雄の名前だぜ。そんな英雄のシグルドとは真逆で、自らの力を誇示し、相手を必要以上に痛めつけて、力の優劣を見せつけようとするチンピラ的な振る舞いをするのが特徴ですね。小物感がものすごいな。登場当初は次世代システムのもたらすスペック差もあり、旧システムのライダーたちに対し有利に立っていたものの、本人の慢心や戦闘スタイルがあだとなり、爪の甘さを見せることが多かったですね。また、物語が進むにつれて、努力や成長を重ねてそれぞれ新たな強さを得たガイムやバロン相手に、苦戦を強いられることも多くなり、最終的には軽々と退けられるようになってしまいました。シド本人が努力してないから、簡単に追い抜かれていくんだろうな。そうですね、スペックに頼ってるだけなので、同じ土俵に立たれると本人の実力のなさが出ちゃいますね。やっぱり小物だぜ。必殺技はソニックボレー。ソニックアローにロックシードを装着し、光の矢を放つ攻撃を行います。ソニックアロー組は共通の必殺技だぜ。さて、このシドという人物は劇中でもあまり好かれてはいませんか？視聴者からもあまり好かれていません。いわゆる憎まれ系のキャラクターなのか。なんというか、ことあるごとに自らが大人であるということを強調し大物ブローとする小物なんですよね。大人になりきれてない人がよくやるやつじゃないか。大人はそんなに頻繁に自分を大人だとは言いませんからね。ひょっとすると、作中で一番子供だったかもしれません。もしかしたら、ある種の同族嫌悪だったのかもしれないな。特に直情的で理想家中面馬光太のことは気に食わなかったらしく、彼のことを聞けば聞くほど虫図が走るようなやつと強い侮蔑感を持っていました。確かに光太はちょっと理想が高くて現実が見えていないことは多かったけど、そこまで嫌っちゃうか。さらにジンバーアームズ等の新たな力を手に入れ、強くなっていった光太に惨敗するようになってからは、半ば逆恨みに近い形で光太に対する恨みを一層募らせ、明確な殺意をあらわにするほどに憎むようになります。他人を妬んだりするんじゃなくて、自分が強くならないと一生そのままなのに気づいてないんだぜ。本人的には自分は強く、本気を出していないというか、切り札を使ってないという偽りの余裕がある風な感じに振る舞っていますが、実際はちょっと相手に優勢を取られるとすぐ余裕をなくして逆上するんですよね。切り札や真の力を隠し持ってる大人は確かにかっこいいけど、そういう人は逆上したりはしないよな。その肝心の切り札であるシドロックシードも、スイカアームズを無人で3体同時に起動、運用するというものであり、昔なら強かったんですが、勝ち時アームズを手に入れたコウタには全く歯が立ちませんでした。切り札の切りどころも見定められなかったのか。そんな彼は最終的にユグドラシルを裏切り、単身で黄金の果実を手に入れるためにヘルヘイムの森に向かいました。もうやられる未来しか見えないぜ。黄金の果実を手に入れられるのは一人だけなので、単身で向かうこと自体は間違ってはいないのですが、実力が伴ってなければそもそも手が届かないぜ。そうですね、一応他のオーバーロードの手引きにより、黄金の果実を持つオーバーロードの王に会うことはできましたが、圧倒的実力差の前になすすべもなく翻弄されてしまいました。彼からは、おとなしくされば命までは奪わない、と諭されてしまいましたね。さすが王、寛大な心を持ってるぜ。ですがシドは自分の敗北を認めず、ふざけんな。もう二度と、誰の言いなりにもならねえ、誰にも舐めた口は聞かせねえ。俺は、人間を超えるんだー。と、ゲネシスドライバーとエナジーロックシードを破壊されてもなお、
子供じみた願いを叫びながらシドは歩みを止めませんでした。他人からの評価とか扱いを気にして、そんなことのために黄金の果実を欲しているのか。さすがにその愚かさに呆れたオーバーロードは、岩壁に開かれた亀裂へとシドを吹き飛ばし、そのまま念力で亀裂の中へ封じ込めて圧死させました。石の中にいるってやつだぜ。この結末により岩に閉じ込められて死ぬことを、通称シドルと呼ぶネットスラングが生まれました。マミルとかと似てるんだぜ。ウロブチゲンさんの脚本ですからね。こんな風に作中でも作品外でも尊敬されず、人望もない彼ですが、逆に徹底してそういうキャラを演じられた役者さんの波岡さんは名役者と言えますよね。確かに、人の良さとかを一切出さずに悪い役を演じきるのはすごいんだぜ。小物を演じるだけじゃなく、別作品では大物の悪を演じたり、逆に子供に尊敬され、その子を導くいい大人を演じられることもありますので、役の幅が広いんですよね。さて今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントなどよろしくお願いいたします。Twitter のフォローもぜひ。皆様のご声援が励みになります。それではまた次回。